リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はね、このサニーくんのことでご案内というかご報告でございます。サニーくんね、もともと私がシェフィーをね、お迎えするタイミングで、同時期に、友人の方がお迎えした子なんですけれども、その友人の方が、出張がね、あって、その間預かっててほしいっていうことで、私が預かっていた子になります。なんですけれども、ちょっと私がね、体調崩してしまって、今、ちょっとお仕事お休み気味なところとかもありまして、まあそういう話をしていて、で、ちょうど今週、来週かな、帰国を一回するみたいなんですよね。で、まあそのお話もしてて、うちに様子見にね、来るっていう話だったんですけれども、それで、サニーがね、なかなか、まあ、大きくならないっていうところ。シェフィーはこんだけ大きくなってるんだけど、サニーはね、ご飯食べてても、ちょっとこう、成長速度がね、成長期がまだ来てないとか、なかなか大きくならずっていうところもあって、そういうのもあって、負担かけちゃうんじゃないかと、私にね、この子に気を使うっていうところで、っていう話もされて、っていうのと、まあ、今回その体格差が生まれたことで、まあ、怪我してしまったっていうところで、まあ、怪我に関しては飼い主さんはそんなに気にしてなくて、まあ、そういうこともあるよねっていう形で、ちょっと、受け入れてくれてたんですけれども、やっぱりなんか私の体調のことを結構心配してくださっていて、それで、連れて行こうかなっていうところで、なんかいろいろ話を聞いていくと、ペット連れて行くっていうこと自体はできなくはなさそうみたいな話をしていて、その方、拠点としてはシンガポールの方を拠点とするみたいなんですけれども、そのシンガポールの方の、まあ多分、なんかあるんだろうね。私ちょっと詳しくわからないんですけれども、手続きとかを取れば問題なさそうっていうことで、サニーをね、連れて行くっていう話をしておりました。ちょっと私にね、これ以上ちょっとこう、負担かけたくないって言われたけど、うちそもそも今ペットいっぱいいるからさ、1匹増えようが減ろうが増えようがそんなに負担ではないんですけれども、結構そういう風な形で気にしてくれていて、まああとちょっと普通に寂しくなったっていうのも言ってました。今までほとんどペット飼ってなくて、サニーを迎えて、で2ヶ月ぐらいサニーと一緒に暮らしてたんですけども、ハンドリングとかなかなかしなかったものの、いつもこう観察してたりっていうところもあったから、すごいこう、寂しいなーって思うところもあるっていう話で、話を聞きました。ほう。で、一応私が気になっちゃって、まあ気にしいなので、怪我させちゃったから、お迎えするって感じかなって話をしたら、で、それは全然何も考えてないよって言われて、気にしすぎよりんとはって言われて、ちょっと心が救われたんですけれども、やっぱり私のその体調の面をすごい気にされていて、結果としては連れて行こうかなっていう話でした。はい、今ね全然寝てますけれども、はい、こんな感じでたまーに大きいあくびするのよね、この子ね。はい、っていうところでね、すごいうちで家族として迎えておりましたけれども、まあこの間ちょっと怪我したのもあったから、すごい申し訳ない気持ちではあるんですけれども、なんかそれとは別だよっていうふうに話は伺っていて、迎えるというか連れていくっていう話になりました。なんかずっと同じ話してる気がする。はい、ということでサニー君はうちから元の飼い主さんのお家へ行くことになりました。ちょっと寂しくなるけどね、まあ、最近ちょっと喧嘩してたからね、あんたらね、ある意味いい機会なのかもしれないね。サニーあっちに行っても楽しく生活するんやぞ。あと、まあ、私があなたの名前を命名してるから何とも言えないけれども、サニーという太陽みたいなね、太陽みたいに輝いてるね、いい名前をつけたので、そんな感じで育ってってくれ、はい、っていうところでございます。はい、一応そんな形のご報告でございました。はい、ということで、サニーくんの動画はこれから多分
多分というかなくなっていくとは思うので、そこだけご了承いただけますと幸いです。新しい環境でもサニー君のことを応援してあげていただけると嬉しく思います。はい、ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。